宮崎からこの渡嘉敷。ただ2点のリードで多分10分を終えました。山本、ステファニー、赤穂、日替わり、渡嘉敷、林の方に山本舞が入ってきましたね。ということもありつつながらの国際大会になりました。山本走りました。渡嘉敷合わせてこういう、さあカナダちょっと10秒、ここ渡嘉敷ディフェンスでもできます。いいパスが入りましたが、全米ランキング1位のサウスカロライナ大学に点が入ってきました。さあ8点を追います日本。山本のスリー、日本はまあ焦らず1ポイントですね。そうですね。前が空いた林のスリーポイント、ここで来るなってますね。そうですね。さっきシェイク合わせて渡嘉敷、いいプレーが出た。バスケ塾ではバスケに関する情報を発信しています。チャンネル登録、コメント、いいね、お願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。